シンドゥール・シンドゥール、スインドゥールまたは、シンドゥーラム。スインドゥーラムは、インドの伝統的な朱色、または、大々赤色の化粧品であり、通常、非婚女性が、頭髪の分け目に沿って塗る形で用いられる。ヒンドゥー教のコミュニティにおいては、シンドゥールの使用は、非婚女性であることを示すものであり、シンドゥールの使用の中止は、通常、過負となったことを示すものである。 伝統的なシンドゥールの主成分は通常、ウコンである。市販のシンドゥールには合成染料や化学物質が含まれており、適切な水準を遵守せずに製造されたものには水銀や鉛が含まれていることがある。シンドゥールを使用している女性シンドゥールは伝統的に女性の頭髪の分け目全体に沿ってもしくは分け目の視点に塗る形で、または額に点として塗る形で、 デルグ語でボッツと呼ばれる使用される。シンドゥールはヒンドゥー教において既婚女性であることを示すものである。独身女性は様々な色で点を塗るが、シンドゥールを頭髪の分け目に塗ることはない。カフはシンドゥールを使用せず、これは夫がもはや存命ではないことを示している。シンドゥールは女性に対し結婚式の日にその夫により初めて塗られる。 シンドゥールダーンと呼ばれるこの儀式はヒンドゥー教徒の結婚式において最も重要視されこれにより結婚が成立するこれ以降女性は毎日自分でシンドゥールを塗るようになる色を塗る類似の儀式はシンドゥールの別名であるクムクマに由来してパスプクムクマとして知られているシンドゥールの使用の方法やスタイルは個人の選攻や 宗教上の習慣により異なる。多くの花嫁は、頭髪の分け目全体にシンドゥールを塗るが、分け目の後端と額に赤い点をつけるだけにする、花嫁もいる。近年、若い女性の間では、ダイヤモンドのビンリーと共に、花に向けた三角の形にシンドゥールを塗ることがある。シンドゥールの拭き取りは、カフにとって非常に重要なことである。この観光に関しては、 多くの儀式が存在する。最も一般的なものは女性がカフになったとき、その義母、または最も年長の義手がシンドゥールを拭き取るというものである。カフは腕輪を壊し、ビンディも取り除き、多くの場合、鼻のリングとつま先のリングも取り除く。頭髪の分け目は生命に満たされた赤い血の皮の象徴である。新ドゥールを拭き取ったとき、その皮は彼、 乾いて空になる。この習慣は農村地域において一般的であり、すべてのカースト及び社会階層がこれに従う。既婚女性は様々な色彩のものを身につけるため赤いシンドゥールは既婚女性にとって重要なものであるが女性はカフになるとシンプルな白い服を身につけるようになり、鮮やかな赤のシンドゥールを含め色のついたものを顔面から取り除く。 ヒンドゥー教のもとでのインドの結婚式の一部として、シンドゥールを塗る儀式バルーチスターン地域のメヘルガルで発掘された女性像はハラッパー文化において女性の頭髪の分け目にシンドゥールを塗っていたことを示唆している。伝説によると、クリシュナの恋人であったラーダーは、シンドゥールを炎のような形にして額に塗っていたとされる。有名なジョジシマハーバーラタでは、 パーアンダバの妻ドラウパディは、ハスティナープラでの出来事を嫌をし絶望して、シンドゥールを吹き取る。シンドゥールの使用は、プラーナ文献であるラリターサハスラナーマ及び、サウンダリアラハリーにおいて、しばしば言及される。シャンカラは、サウンダリアラハリーにおいて、以下のように述べている。タナサクシャマム、ナズタババドナ、サウンダリアラハリ、パーイバホススロッタ、サラニラバシーマンサ、サリナイ。 バファンテシンタームプラボラカバリバーグティミラ、ディービショムブリンゲアバンジクサムイバナビン、アーカキーラナム、ジャイナ教徒の女性は、都市部ではおおむね、シンドゥールを使用している。ジャイナ教の二層は、頭髪の分け目や額に、シンドゥールを塗ることが禁じられている。地方の文化によっては、未婚女性が、頭髪の分け目に、シンドゥールを塗ることもあるものの、シンドゥールは、 婚か,否かを示すためにに非常に重要であると考えられているシンドゥールの使用は本質的にはヒンドゥー教の伝統であるが19世紀スーフィズムの指導者であるシェディ・ファドン・マネリはバングラデシュにおいてイスラム教徒の女性もシンドゥールを使用するよう奨励したこの奨励は改革主義運動によって厳しく非難されたバングラデシュでのシンドゥール製造工場における 自動労働のために、水銀を含む主色の化学物質で覆われた、少年たち現代のシンドゥールは、主に、大々赤色の顔料であるバーミリオンを使用している。バーミリオンは生成し粉末状にした新車であり、新車は硫化水銀が自然界で存在する、主な形態である。他の水銀化合物と同様に、シンドゥールは有毒であり、慎重に扱わなければならない。時々、 炎炭がシンドゥールに添加されることがある。炎炭は毒性があり、実験動物には発言性があることが知られているが、人に対する発言性は確認されていない。伝統的なシンドゥールは、ウコン及び明板もしくは酸化カ,カルシウム、または他のハーブ由来の成分から作られている。炎炭やバーミリオンと異なり、これらの物質には毒性はない。2008年初頭、 鉛含有率が高いとの主張を受けて、アメリカ食品医薬品局は、複数の製造業者が製造した、大量のシンドゥールに対しリコールを行った。シンドゥールを販売している店、シンドゥールが登場するインド映画は、シンア、シンアテレノムカ、シンアなど、多数存在し、シンドゥールを塗る儀式の重要性を中心に、物語が展開するものとしてシンドーラム及びロクタ、シンタームがある。 ありがとうございます。